やっていきましょう。今回やっていくのはアクターの夏、これサマーコレクションでございます。一応説明を読んでいくか。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、おしゃれにもバッチリ気を使っている驚異の無表情キャラクター。テクノドームで盛大に開催され、ナウでヤングなクターたちが集うと噂されているテクノサーマーコレクション06で参加することになったクラ。 AD が指示する通りに下のアイテムボックスからアイテムを選んでクタに着せてあげよう。間違ったアイテムを選んでしまうか、時間内に着せ替えアイテムを着せることができないとゲームオーバーだ。華麗に変身、素敵なクタを演出してあげてねということらしいです。一応ね、キプレイというか、ね、さっきやったんです。さっきやって330コレまで行ったけど順位が低いなと思ったので、もう一回やり直します。もうちょっと上を目指したい。1位はニーナ。2位ニーナ、違うな、ランク4ならもっと上がいるな。この得点は低すぎるということだ。もっと1位が見えない程度の低さ。さあやっていきましょう。これね、結構ね、覚えゲーだと思う。分かってしまえば多分点が取れる。例えば、で指示が出る。スポーツを選ぶ。すると、得点が40点入るんですね。4つ選べば40点。カジュアルな服を選ぶ。まだある。カジュアルか、それカジュアルか。カジュアル。これでいいでしょう。これ急ぐ必要ないね。正確に選んでいけばいい。いや、いいよ。社長。まだある。社長か、それ。カジュアル。これかな。今のわからんかったな。ワイルドだろう。よっしゃ。ほう、これロープが。カジュアル。いや、完璧ですね。上目指そう。カジュアル。いや、いいですね。いいよ。執事って何。あ、ヒゲがいったな、ヒゲが。カジュアルにこれが、あ、足りんかった。カジュアル。よし、完璧。四つ星。カジュアル。あー、ヒゲかな。ワイルドだろう。よし、完璧。よし、まだいける。夏。押した。それは夏やん。部屋とワイシャツと T シャツと私。あ、それは、44位。こんなもんかな。今日はここまで。ほんなまた。